ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。バージョンを上げるべきか、上げないべきか。どうしたの魔理沙？あ、霊夢か。私のパソコンに Windows 11のバージョンアップ通知が来ていたから、バージョンアップするか悩んでいたんだ。Windows 11といえば最近配信が始まった最新の OS だったわね。私もいろいろと悩んだんだけど、結局はまだバージョンアップしていないわよ。そうだったのか。でも Windows くらい有名な OS になると、バージョンを上げて不安定になるなんて心配しなくても良さそうだよな。確かに世界中で採用されている OS だから信じたいとは思うけど、過去にも Windows って失敗作とか言われるようなバージョンもあったから、私は慎重になってしまうのよね。そんなバージョンが存在していたんだな。せっかくだから今回は Windows の歴史をたどってみようかしら。それは面白そうだな。ちなみに、このチャンネルでは日常の気になること、歴史などをジャンル問わず紹介していくわ。気になる方はぜひチャンネル登録してね。よろしくなんだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。早速なんだけど、今回は Windows の歴史について話していくわね。わかったんだぜ。まず、Windows といえばアメリカのマイクロソフト社が手掛ける PC 用 OS のことで、1985年にリリースされた Windows 1.0 から現代の最新版である Windows 11まで、約35年もの歴史がある OS になっているの。そんなに昔からあったんだな、知らなかったんだぜ。ちなみに Windows の前身である MS-DOS は1981年に登場していたから、そこまで遡ると40年の歴史があると言えるわね。すごい老舗メーカーって感じがしてくるな。それから Windows といえば、発売から現在まで PC の OS シェアでも圧倒的首位となっていて、毎年わずかにシェアを下げてはいるんだけれど、今でも世界シェア7割を誇るわね。世界中のパソコンのほとんどが Windows とも言えるんだな。そういうことになるわね。最近だと MacOS や ChromeOS のシェアも増えてきているんだけど、Windows を超えることは今のところ考えにくいわね。企業とかで使っているとファイルの互換性を考えると、シェアの高い Windows を採用するのが無難だもんな。簡単に Windows がどういったものか分かったところで本題に入っていくわね。分かったんだぜ。まずは Windows の元になったとも言える、MS-DOS について話していくわね。MS-DOS は聞いたことはあるけど、詳しくは知らないんだぜ。MS-DOS というのは1985年に初リリースされ、IBM の PC 用に開発された OS となっていて、主にキー入力で操作をする CUI というものが採用されていて、現代みたいにアイコンをクリックして使うという PC のイメージとはかけ離れているわね。確かにすごく操作が難しそうなんだぜ。当時は PC の価格も今よりはるかに高く、煩雑な操作が必要というのもあって、PC 自体が一部の専門的な企業や一部のマニアが使うというイメージがあったわね。当時は PC っていくらくらいで買えたんだ？スペックなどによっても値段差はあるのだけど、当時の価格で20万から40万円くらいが一般的な相場になるわね。現在の物価との差を加味すると、今の30万から60万円くらいの価値になると思うわ。PC って当時は相当高価なものだったんだな。今みたいに PC が仕事の道具として一般化するなんて思ってた人も少なそうだな。それから MS-DOS の時代はフロッピーディスクがメディアの主役だったのもあって、当時の PC は MS-DOS 起動用のフロッピードライブが A ドライブ、ソフトウェア用のフロッピードライブが D ドライブとなっていて、現在の Windows が C ドライブから割り当てられているのは当時の名残になるの。そうだったのか、知らなかったんだぜ。当時の PC を知っている人ならソフトウェアを使うのに、複数枚のフロッピーを頻繁に出し入れした思い出があるんじゃないかしら。なんだか不便そうなんだぜ。当時は今と違って大容量メディアがないから、複数枚のフロッピーに分割されたデータを読み込む必要があったからね。そして MS-DOS の登場から約4年が経過した1985年に Windows 1.0 が登場したの。これが元祖 Windows ということだな。そういうことになるわね。ただ、Windows 1.0 は OS というよりも MS-DOS の拡張ソフトという立ち位置になるの。どういうことなんだ？ Windows 1.0 を端的に言うと、MS-DOS をコマンド入力なしで使えるようにするツールという感じで、タイル上に配置された電卓、メモ、カレンダーなどのアプリケーションを、マウスのクリックだけで簡単に起動することができる、グラフィカルユーザーインターフェース、いわゆる GUI が搭載され、一つの画面で同時にアプリが起動できるようになっていたの。ただ今の Windows とは異なっていて、
複数の引導を重ねることはできなく、一枚の表示領域に各アプリの画面を整列させて使うようになっていたの。今の Windows とは全然違うんだな。ちなみに Windows 1.0 では簡易的なゲームとしてリバーシが付属していて、今でいうマインスイーパーやソリティアの元祖とも言えるの。マインスイーパーは子供の頃に夢中になってたんだぜ。それから当時は発売前に広告効果もあり、非常にユーザーの期待度が高い製品だったんだけど、いざ発売してみると一般的なスペックの PC では動作が重く、悪い評判が目立つようになった製品でもあるの。Windows も最初からヒットしたわけじゃないんだな。そんな悪い評判の目立った Windows 1.0 の販売から2年後の、1987年には大幅に改良された Windows 2.0 がリリースされたの。Windows 2.0 は 1.0 の時に採用されたタイル型のアプリケーション表示から現代のスタイルに近いウィンドウを重ねて表示できるオーバーラップ型の UI へと変化し、動作もフォントファイルの見直しや映像処理の仕組みを改良することで Windows 1.0 から比較して劇的に高速化したの。 2.0 は Windows 1.0 の不満点を解消した OS だったんだな。そういうことになるわね。そして、さらに3年後の1990年には、3世代目となる、大幅な進化を遂げた Windows 3.0 がリリースされたの。どんな進化をしたんだ？ Windows 3.0 では複数のアプリが同時に動くマルチタスクが実装され、さらにファイルの取り扱いをより簡易的に行えるファイルマネージャーや、追加モジュールとして、ネットワーク接続も用意されたことによって、より現代の PC に近いものとなったの。とうとう PC にもインターネットの時代がやってきたんだな。ただ、今と比べると個人向けのインターネットサービスは数えるほどしかなかったから、1990年当時にインターネット通信をしていたなんてユーザーはごく少数だったのよね。こんなところでも時代を感じるんだぜ。それから Windows 3.0 は 3.1 へとアップデートもされて、Windows 3.1 ではマルチメディア機能の大幅な強化がなされて、今までは扱うことができなかった音声や動画データが利用できるようになって、PC がエンタメ機器としての市場に認められるようになってきたの。少しずつ今の PC に近くなってきたんだぜ。次はどんな進化を遂げるんだ？気になるところだけど、今日はそろそろ終わりの時間が近づいてきたわ。今回は最初期の Windows 1.0 から 3.1 までの入り口部分を話したから、次回は Windows 95、NT へと別々に派生していった話をしていくわね。次の話題も楽しみなんだぜ。みんなも Windows の思い出をぜひ教えてくれよな。それから動画のリクエストもコメントで募集してるわ。この動画の評価やチャンネル登録もよろしくね。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。